はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は消極的ミス連発、考えるべきはそれぞれの立場ということで、名古屋グランパス VS 裏レッツのマッチレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、ミスにもやっぱりいろいろ。 ありまして積極的にまあ果敢に挑んだ結果生まれてしまったミスとかねこれはしょうがねえなっていうミスもいろいろあるんですけどもこの試合の浦和レッズの ミスというのは非常に消極的で、まあ、何の価値もないミスというか何の価値もないミスって言ったらちょっと厳しい方になってしまうんですけれどもねというのがやっぱりあるんでねそこはやっぱり考えてほしいそしてもう1個考えるべきはそれぞれの立場って、ね、書いているんですけど、まあ、今日出たメンバーこれから紹介するんですけれどもねあなたたちの立場今どんな状況ですかっていう選手が多分何人かいたと、ね、思うんですけれどもじゃあそういう選手たちがアピールできたのかっていう話この辺も含めて,やって いこうと思ってますよろしくお願いいたしますということでまずそのスターティングメンバーこんな形となりました、まあ、やっぱりこういう形にしますよねやっぱりターンオーバーというかルヴァンカップの方にやっぱり、えー、主力級の選手を回そうという意図がはっきり見えましたまあ、特に右松崎左関根、ねまあ、ワントップユンカーもそうなんですけどやっぱりこうシワと含めて こうやっぱりアピールがこれから必要な選手が何人かいますね。まあ西川はちょっと別かと思います。この、まあ、ゴールキーパー、西川と江坂この辺は、まあえー、別かもしれませんけどやっぱりこ,うこれからね本当にまずスタメンの前にベンチ入りすらえままならない選手もいるわけでそういう選手がねこの試合何を見せてくれるのかという,やっぱりこうレギュラー争いもそうなんですけれどもねまずはベンチ入りそういう選手も正直いるわけでございまして、ね、そういう選手がどういうプレーをえー見せてくれるのかというのは、ね、相当僕はね 期待していたんでそこをモチベーションに変えてねこの試合ぶつけて欲しかったんですけれどもね、まあ、特にまあ柴戸とかそうですけどね柴戸、えー、松崎、この辺は何か数字残してくんねえかなと思っていたわけですあと、ユンカーです、ね、ユンカーも今、ね、センターフォード松尾選手が公式戦3試合連続で得点を決めているんでということを考えるとやっぱりこう、ね、ユンカーにとって、ね、絶対的立場であるわけじゃないんでそこはやっぱりねユンカーもこの試合で何か、えー、見せて欲しかったところであるんですけども、ね。まあ、ユンカーについてはちょっと 最後の方に触、えー、れようと思っているんでちょっとまあ最後の方まで、えー、聞いてもらったらいいんですけれどもさあ、えー、このゲームでございますけれど試合結果こちらでございますね と,いうこ,とでこの間、ウラ列がホームですねリーグ戦のホームでの試合は逆に3 0で勝っていたんですけれども完全にまあやり返されてしまった形ですね。でまあ、ただ、ね、浦和が3 0で勝った試合とこの名古屋が、ね、3 0で勝った試合どっちもまあ結果は3 0であるんですけどもやっぱりこうウラ列からしたら自滅してしまったのが、えー、この試合かなというのがあるんでこの試合と振り返っていこうと思ってんですけれどもまずこちら。 前半レビューということで、まあ、僕はこれが現状のセカンドチームかなと思いました、まあ、さっきも言った通り西川とか、ね、一部選手を除いてはですけれども、ねまあ、ほとんどセカンドチームというか2番手の選手中心で組んだ、えー、この試合だったと思うんですけれども、ねまあ、もちろんこう怪我人がディフェンダーのところ酒、ねまあ、井選手とか諸、えー、ョ選手が怪我をしているのでそこら辺をまあどう考えるかというのはあるんですけれども基本的にはやっぱ半分近くはセカンドチームとか、まあ、2番手とか、ね、そういう立場の 選手ななのかっってやっぱりありあましてこれは最近言われてることですけどもね、まあ、後半戦の売られたというのは、まあ、メンバー固定の傾向が非常に強くなっております、特にボランチのところは岩尾選手と伊藤敦でずっと組んでいるんでこのメンバー固定の傾向がある。んで まあ、裏率そもそも調子がいいんで、ね、調子がいいということはそんなに、まあ、いじる必要もないというのがあるんでそういうのもあって、まあ、メンバー固定というのもあると思うんですけれどもだからこそこの試合、まあ、チャンスをもらった選手ですね、まあ、そこはやっぱりアピールしてほしかったこれからも、まあ、ACL もあるわけなんでそこに向けてのはベンチにも、えー、含めてですけれども、ねまあ、アジアで、えー、戦える選手が何人いるかという話には正直厳しいじゃな,いなってくるかなと思うわざるを得なかったゲームで、えー、ございますけれども、ね、アピールするべき選手が多数いた、ねこういう 試合でやっぱ活躍してねリカル監督も試合試合で結果残した選手は結構その後使うんでねそういう監督っていうのは分かっているはずなんでまあこの試合結果残し,てほしかったところでありますがまあ、本当残念な、えー、展開このねざアピールすべき試合で、えー、残念な試合になってしまったの本当にまあ、悔しいですけれどもねで、えー、良かったところで言うと前半ですけれども、ね、柴戸選手は1枚剥がしてまあ前進しようとするシーンは非常に良かったと思いますや,やっぱりボランチの選手だけじゃないんですけれどもねやっぱり相手選手 を 1>, 1枚剥がすことによってそこから先見える景色というのはだいぶ変わってくるんでね相手を1万剥がして前進したシーンというのは非常に良かったと思うんですけれどもねだからまあ裏列も名古屋グランパスのゴール前にしっかり顔出して攻め込むシーンはあったんですけどもそこでまあ決めきることはできなかったそしてまあ集中力の欠如とまあ名古屋グランパスの圧ですねこれがやっぱりえ強かった名古屋グランパスの圧は相当強かったですねプレスのとこ含めてですけれどもねでまあ失点先制点奪われてしまったシーンに関しては やっぱりそこ集中力の欠如、ですねスローインから始まっているんで、あそこでマテウス選手が高い位置、1枚残っていたんでね、ねスローインはオフサイドにならないんでね、ね、まあ、スローインがオフサイドにならないということは、あそこマテウス選手は絶対立たせてはいけない位置になってくるんです。 そこからまさしく、ね、あれ、ウラレッツでいうと、糸厚きのような、まあ、プレイですね。ボランチ中盤の選手が最前線まで顔出して、ね、そこで決めきるという、まあ、ある意味、名古屋グランパスがリスクをかけたシーンにはなってくるんですけど、ね、まあそこ結構、ね、ボランチの選手がまあそこまで顔出すというのは、ちょっとリスクはあるんですけども、まあ、そのリスクを打ち勝って得点することができたんで、そこはやっぱ名古屋がまあ賭けに出た結果の得点かなというのは、やっぱりありますけどもね。 立ち位置ですねこれは前の生放送とか川崎戦かフロンターレ戦と前回のルヴァンカップでの、えー、名古屋戦での話生放送中にもしたんですけれどもねやっぱ知念選手の立ち位置というのがちょっとよろしくないちょっと距離感ありますねセンターバック、まあ、今回でいうと岩波選手ですね相方のセンターバックの岩波選手と幅のこれ距離感がありすぎるんでちょっとこれは大丈夫かというか自分でちょっとパスコースを失ってしまってる感じが、えー やっぱこう距離感があればですけれどもね、味方選手の距離がねこれやっぱ開いてしまうと、そんだけ速いパス、強いパスを出さないと相手選手にカットされてしまう、リスクが高くなるんで、その距離感というのはまあ知念が悪いのか、それとも他の周りの選手のサポートがちょっと足りないのか、もしかしたらこう広がることによって知念選手がまあ前進するスペースをちょっとチームで作っていこうじゃないですけれどもね、というのがもしかしたらあるかもしれません。知知念念選選選手手手自分ででボール運べるるになってくるんでその,知念選手の 特徴であるボールを持ち運ぶ、そこをやっぱり出していこうというのがあるから、ちょっと距離感、え全体チーム全体として広がっているのかもしれませんけども、もまあ、それはちょっと僕の考えすぎかなという、えー、ぐらいですね、ちょっと知念選手と、えー、味方センターバックとか、ね、他の選手との距離感が遠い気がして、これやっぱパスミスも生みますし、でやっぱさっきも言った通りり、ね、味方選手が遠くにいると、そんだけパスコースとか、ね、なくなってしまったりとか、ちょっといろんなリスクが生まれてしまうんで、やっぱりこう基本的にもうちょっと、まあ、最初 ココンンンパパククトトにに横横でですすね横のライることができればなゃやっぱりありりますでさっっっき言ったな名古屋のの圧ですねこのやっぱりあんだけ広がっていると圧を受けやすくなるというかですけれどもねそこはだからどう取るかですねまあもちろんショルツとかねショルツであればある程度広がってもそこで、ね、自分で運ぶことできるしで1枚剥がしてねそこからも展開することもできるんですけど知念はやっぱそのレベルにはまだないというのがありますんでやっぱりねショルツと同じような立ち位置とかを見せても どこをそこでじゃあうまくいくのかとかそういうのが生まれるんで、まあ、この距離感というのはちょっと改善すべき点なのかなっってちょっと感じてはいるわけでございますけどもね。はい まあその距離感関係ないところであるんですけれどもね、まあえー、知念選手がパスミスというか、あそこちょっと雑になってしまいましたね、ちょっともったいないプレーから最後、マテウ選手が、えー、決めてしまうというシーンなので、あそこはまあ知念選手の反省点ですね、もちろんこれ J1 でも J2 でもサッカーという競技のルールは変わりません、J2 だからね選手、えー、1人多く配置できるとか、J2 だから手を使っているとか、まあ、そういうルールは全くなくて、J1 でも J2 でも同じサッカーをこれやっている、同じスポーツをやっているわけであるんですけど、 やっぱりそこには対戦相手のまあ個人的な選手の質の違いとか、ね、プレースピード、プレー強度の違いがあったりとかするんでこのプレースピードとかプレー強度この J1 のレベルにもっとこれは知念選手が達するにはちょっともしかしたら時間がかかるかもしれない中心でしたね正直ねあそこやっぱりね正直知念選手も、まあ、もちろん知念選手のミスではあるんですけれども、ね、そういえばミスはミスであるんでなんとかその後に、ね、取り返してほしかったんですけれども、まあ、やっぱり知念選手自身もあそこでちょっと J1 と まあ、J2 の違いじゃないですけれども、ね、それを感じた、えー、シーンになったんじゃないかと思ってますけれどもね、はい、そして、えー、後半レビューということって、まあ、後半に入ってからは左サイドですね、えー、小泉、秋元ここが相当活性化しましたね秋元選手が高い位置を取ることができたんで特に左サイドは活性化しましたしで後半の序盤の方はモーベルグ選手もこれどんどん積極的に仕掛けていって 右足でクロスを入るシーンもあったんでこれ両サイドとも活性化していたんですけれどもねうんただ、やっぱりこの間の名古屋戦も見ていて同一サイドで完結しと、まあ、めるのは難しいのかなというのはやっぱり感じまあ最近、つつが得点パターンで多いのが、まあ、もちろん縦パス投手とかもちろんあるんですけどやっぱりこう全体としての組み立てとかそういうのを見ていると、まあ、例えば右で作って左で崩すとか左でで作って右で崩すとか、ね、同一サイドで崩し終えるんじゃなくて反対サイドとしっかり連動 ししながら崩しきるさっっきも言った通り左でボール回してしっかり繋いで繋いで最後、右で崩すみたいなそこのね両サイド、うまいこと幅を使いながら攻めたときがやっぱり得点機会とかチャンスが生まれているイメージがあるんでやっぱりこうドイツサイドだけ仕留めるのは難しいんでねそこ上手いこいとサイドチェンジのパスとかもっと入ればよかったんですけど、ね、なかなかこの試合サイドチェンジのパスが通らなかったっていう印象があるんでそこがちょっと、ね、チーム全体として難しくなってしまったのかなっていうのやっぱりありましてただやっすね。 相当クオリティが高いというのを改めて感じたんでね、ねせっかくこれ、えー、クオリティが高いもの、良いものを持っているサイドバック、サイドハーフの選手になってくるんで、これを、まあ、本当両サイドうまいこと使い分けながらですけれどもね、ね、えー、やれたら、まあ、本当、ね、同一サイド、右だけで崩すとか、右のサイドバックと右のサイドハーフだけで崩すのは難しいんでね、ねそこボランチも含めながら、まあ、反対サイドに一気に展開するとかね、まあ、言うのは簡単なんですけれども本当、えー、口で言うのは簡単なんですけれども、まあ、そういうちょっと相手の目先を変えるようなプレーがあってもよかった。 ちゃん 正直な感想ですけれどもね。で、あと消えたモーベルグって書いてるんですけどもね、途中からモーベルグがあんまりボール持つシーンがなくなりましたね。で、途中までさっき言ったね、左で作って右でくうそこからモーベルグがま1対1、えー、仕掛けていくシーンもあったんですけど、それがちょっとなくなってしまってね、さっきも言った通り、ちょっと左サイドで攻撃,攻撃を、えー、完結させてしまおうみたいなところもあって、なんかこう、なんだろうな、モーベルグどこに行ってしまったんだっていうぐらい、ちょっとボール持つ時間がなくなって、で後半の 途中からまたボールを持ち出してでそこからねシザーズ入れてからクロス下上げたりとかもあったんですけどちょっとモーベルグが消えている時間帯多かったまあそれだけ左サイドの攻撃が活性化していたというのもあるんですけれどもちょっとねどこ行ったんだ感じがしていましたけどねでまたしてもミスから失点ですねまあ本当もったいなかったですねあれは宮本ですかね左サイドバックのところにいましたけれどもねあそこでパスミスしてから失点ということでだからあそこも消極的なミスというか結構あそこからミス 多かったんですこの試合ね、まあ右まあ、宮本うんぬんかんぬんじゃなくて、売られ列チーム全体として、あの位置ですね、サイドの幅使った時なかなかこれ、パスが通らずに相手のスローになってしまうとか、そこもだから集中力とか、ね、最後の、まあ、雑,雑とは言いませんけれどもね、最後もうちょっと丁寧にえボール回すとか、そこのね、うん、力がちょっと足りていなかったのかな、なんかこう変な感じでスローになってしまう、ボールが流れてスローになるシーンが多かったんで、あのー、タッチライン際でのプレーというのは、この試合、結構僕は制裁かい いた印象があります、ね、だからこうチャレンジしてねまあこれサムネイルにも書いているんですけど積極的にこうチャレンジしてのミスじゃなくてほんと相手の圧に屈して生まれたミスなんでまあほんと名古屋がやりたいサッカーってこれですっていうのを、まあ、見せられた感じがします、まあ、相手にボールを持たせておいて相手のミスきっかけでも何でもいいんでどん,どん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 高い位置でプレスをはめていってそこからショートカウンー決めていきましょうみたいな感じなんでねっていうことを考えるとやっぱ裏列は裏列らしいサッカーができなかった反面名古屋グランパスはまあ自分たちのサッカー というのがでできたんでそこはやっぱり勝ちにつながるという話でございますけれどもね。で、本、ま、当、あ、んこんなこと言っていてもすぐに試合が来ます。もう水曜日、ルヴァンカップが待っています。そこでやっぱど何を見せてくるかですね。結局、この、ね、3連戦、名古屋との3連戦、いっぱい1分けで現在推移しているんで、最後一発勝ってね、ね本当、終わりよければすべてよしじゃないですけどもね、まあ、この試合、苦しい、悔しい思いをした選手が多分何人かいると思うんで、そういう選手がまあ何を見せてくるか注目してみていくことを思っております、まあ。ニュンカー選手に関しては相当体が えー、切れて回していった、ね、高い位置でボールを奪って1人ショートカウンター仕掛けていって最後に、ね、ファールをもらうシーもあったんでまあ、希望としてはユンカー選手もこれは今後、ね、もっと根ンを上げていく可能性が高いと思うんで、ねまあ、ユンカー、松尾、ね、同時起用はないんですかねもしかしてトップした松尾とかユンカーと松尾の縦関係横関係か縦関係か分かりませんがまあ 松尾選手も結構中盤まで降りて、ね、そこから自分でボール持ち運ぶシーンとかもあるんで、まあうん、この松尾とユンカー同時起用したとしても、まあ、お互い良い関係を作るんじゃないかと思っているんでこの松尾ユンカーの、えー、同時起用というのはちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもねはいということ読以上になりますね以上パブンテージェルサッカーチャンネルの包んでいきまチャンネル登りますさら。